はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、霊視研究家のムイ&カッチャンネルのカッチャンです。はい、ムイです。じゃあ、見てください、これ。はい、二人ともおソロです。見えるかな、見えるかな、おソロです。これをくれた、ニコヒマネさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。深々とありがとうございます。とってもいい服です。では、ここはどこでしょう。高松神社、神社ですな。多分パワースポット巡りのせいで来ております、ここは。そうですか。じゃあ行ってみましょう。さすが入道雲ですね。カメラに入るかな。俺登らせようと思ったらマジ切れるでな俺今神社が目の前にあるんですが、その後ろがなんととんでもねえ階段だ。これ無視してね、この車の通りのところ。びっくりそうバーン言うたけど雷落ちたから。どこから。すげえな、全門の雷、校門の謎の音や。怖っ。701年に文武天皇の勅命、古いですねこれ。またなんていうの、700だから平安時代の頃のあれか、あの人の作れって言ったやつですか、これ。これすごい歴史やな、ここの神社を。これ何か感じますかい。すげえ感じる、ビンビン感じる、ここ。うーわ、あ、701年になって、すげえ引き込まれそうね。一応再建もされてるらしいですけど、それも1784年っていう、だいたい200年ぐらい前なので、250年ぐらい前か。これすげえぞ、M いくん。川にウサギの絵がある。すげえな、ここ。これめっちゃ古いぞ。これ。この建物っていうか。一応オーシャンビュー見とこう。おお、絶景かな、絶景かな。地平線が見えます。今日な、上の天気はいいんだけど、横の天気がいかんせんぼやけてるからな。でもちゃんとオーシャンビューだ。地平線だ、水平線か。水平線、水平線の終わりには、はあ、波がこういうのだろう。これすごい、ここすごいですよ。これすごいわ、今まで来た神社の中ですごい、すごいね。ベスト3には入るぐらい、うん、引き込まれる。これはいいわ。今かっちゃんが立ってるところあたり、一番古い建物じゃね。逆に言うとこんな件、まあ、だいたい再建されてきとるけど、ここはもう再建されて200年以上経ってるから、まあまあ、なんていうの、うん、ああ歴史ある神社です。ここは全部がパワースポットって言っていいぐらいだね。ああ、特にここの一箇所とかそういうのではなく、うん、もうこのエリアに入れば。そう、どんな恩恵ありそうですか。
ここへ来る人は恋愛かな、子供かな、家族的な方のあれで、そうだね、恋愛、うん、子供、うん、結婚したい人がいて結婚したいと思うならここへ来て一人で祈るのもいいんじゃないですかね。例えばこのムイが彼女欲しいって言ってここでなんかお祈りするのが正解なの？そのカップルで来るとかじゃなくて。カップルで来ちゃうかな。また敷居の高いところで。マジか、こんななんていうのいい見晴らしのとこあるのにカップルで来たらあかんねんなここ、うん。子供が欲しい人は奥さん一人で来てここで。おお。願うといいです。うん、で普通にこの本殿に向かってお祈りするその普通の神社のお祈りの仕方でよろしいんですかね、やり方は。いい場所やん。なんでカップルの相方連れてきちゃダメなんです？え、なぜ連れてきたらいけないか、うん、なんていうか両方とも幸せになればいいんじゃないのって思うから、両方くりゃいいんじゃないのって思うけど、カップルで来ちゃいけない場所、カップルで来ると別れるかもしれない、本当に好きだったら一人で来るしかない、へんてこなオーラまとってんな。こっちに近寄ってきてみよう。ほい、なんか二人でおると嫌な気持ちしない？ムイ君と俺だからっていうわけじゃないけど、こうやって近づいたりすると、何この磁石と磁石の S と S が反発し合うみたいな、そういうそれ気持ちが、うん、だからここは一人で来るべきだと思う。いいとこだね、ここすごい。冬に来てください、暑い暑い。あとここは入り口がとんでもねえ坂なので、それだけ気をつけてもらえるとね。ここは悪くないですね、ここはいいとこですよ、うん、すごくいい、うん。